はい、皆さんこんにちは、レディホンカーズの南です。今回はいつもとちょっと場所が違うんですけれども、実は、ちょっと特別な企画ということで、今回マウスピースメーカーの株式会社ゴッツさんがですね、ちょっと企画を持ってきてくださいました。そのね、ちょっとお呼びしたいと思います。代表の後藤さんです。どうぞ。こんにちは。というわけで、はい、後藤さん自らちょっと今販売前の前ですねのマウスピースをちょっと持ってきてくださったので、はい、今回ちょっと早速ちょっと比較動画みたいな感じで率直な意見でいいですね。はい、そうですね。はい、ちょっとそれをちょっと動画にしてみたいなと思います。で、今私が使っているのはテナサックスマウ、マーク6で、マウスピースはセオアニの、ラクシュミの開きが8なので、割とまあ、メタルですし結構パワーがある感じの、ね、なので、まずちょっとそれを演奏してみて、これを基準にちょっと加工してみたいなと思います。はい、これが、はい、新しいマウスピースです。ここが新しい機構で、うん、これちょっと特許取って今出願中なんですけれども、実はまあこれがこう、まあ、珍しいのと、うん、あとここがシルバーで、うん、まあハイブリッドマウスピースになってます。はい、でバフルはまあそんなないですけれども、ものすごくなると思うので、これちょっと吹いてみてください。はい、ありがとうございます。ここがね、このリガチャートの部分が一体化してるんですね。リードを止めるところがこの、わかります？ここの上に側に来てるんで、こうやってると落ちちゃうんですね。そうですね。こう逆にして入れる。はい。こっちからか。こっちから。いや違います。こっちから。そうですね。ネジ緩め。緩め。はい。はい。これで大丈夫です。これ名前はついてるんですか。これはジャズメタルのシグネチャーモデル。うんうんうん。です。吹いてみます。スクリュー、ちょっと、はい、一回ちょっとマウスピース抜いてもらっていいですか。
かもしれないですね。そうですね、あのゴムを入れると柔らかい音になるし、今のスプリングバッシュを入れるとこうキラキラ、うん、なんかしかもなんかいい意味であんまりこのマウスピースに存在感がないっていうか、あ、まあそうですね、なんかゴンってこっちに言ってくれる感じがすごいするんですよ ね, すね、はい、結構自分があの大事にしてる部分ってこう、うん、まあ目立たないというか何もないことが結構大事にしてて、うん、例えばその、うん、ご飯でいうと白い炊きたてのご飯みたいな感じで、うん、毎日食べても飽きない、うん、それを目指してるっていう結構の形というか、あーでも分かる分かる分かるなんかやっぱもうこのマウスピースが目立っちゃうみたいなのって良くも悪くもあるじゃないですか、はいはいはい、そうですね、これはすごいですね、消えてますね、そうですね、いやーやばいやばいやばいしか言ってないはい、というわけで、まだね、今後販売される、そうですね、モデルなので今ね、すごいもう大人気で生産が追いつかないですということなので、あの販売はされるんですけれども、ちょっと届くのにね時間がかかるということなので、ぜひね気になる人はもうすぐにあのポチッとすればいいですかまだポチッともできてなくてもうそうですね、あの今やっとこの原型ができて、うん、もう完成した感じですね、うんうんうん、これからまあ値段とかも決めなきゃいけないし、これシルバー使ってるので、うん、まあ、ちょっとお高くなっちゃうんですよね、うん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 、でも、あの今聞いてもらって多分伝わると思うんですけど、あの吹奏感もすごくやっぱりあのゴッツさんらしいこう伸びやかなで、こうマウスピースのなんかいい意味で存在がなく、自分のこう表現の幅がすごい出しやすいマウスピースだと思うので、いろんなレベルの方にもね、そうですね、すごくあの対応というか、いろんなレベルの方が吹きやすいかなとすごい思うので、ぜひ今後の動向をチェックする感じで、そうですね、はい、あ、SNS ですかやってる、何を見とけば、まあもうすぐホームページに載せます、はいはいはい、もう載せますと言っても多分今から、うんうん、まあ4月中に載せます、はい、今一生懸命写真撮ってやってるところなんで、じゃあホームページをチェックしといてもらったらいいかなと思います、はい、というわけで今回は特別ゲスト、ゴッツの後藤さんに、来ていただきまして、いろいろ質問させていただきました、今後も動画出していくので、ぜひ皆さんチャンネル登録と、ゴッツさんも YouTube もはい、一応ありますのでそちらもチェックしてみてください。以上、レディホンカーズみなみと後藤さんでした。ありがとうございました